バラフエダイは、スズキメ、フエダイカに分類される魚の一種。インド太平洋の熱帯海域に分布する大型のフエダイである。別名アカドクタルミ、アカナアとも呼ばれる。食用に漁獲されるが、シガテラ中毒についての注意がよく呼びかけられる魚でもある。生魚は、全長1メートルに達し、フエダイカの中でも大型種である。 口は前に突き出し体高が高いが、他の笛大族魚類に比べて、体はあまり側平たしない。目の前に水平に溝が走り、前後の鼻孔がこの溝の中にある点で出しと、区別できる。生魚の体色は、紫褐色で、角ひれも赤みを帯びる。また、若菜は、銅の後方と、背びれ後端の付け根に二つの白い点があり。 尾ひれの上下が太い黒帯で縁取られる。和名は赤い体色をバラに見立てている。一方、AM、A メイ2、スポットレッドスナッパーは銅の二つの白点に由来する。アフリカ東岸から南日本、中部太平洋のマルキーズ諸島、オーストラリア北岸までインド太平洋の熱帯海域に広く分布する。日本では九州南部から南西諸島にかけて分布する。 沿岸の岩礁、珊瑚礁域に生息し、礁湖や外礁域を遊泳する。群れをなすこともあるが大抵は単独で行動する。植生は肉食性で、小魚、甲殻類、糖足類など小動物を幅広く捕食する。釣り刺し網、低地毛などの沿岸漁業で漁獲される。ただし、シガテラ中毒を起こすことがあるため注意を要する。分布域に入る。 南西諸島では、シがてら中毒を起こす魚の一つとして本州への注意が呼びかけられている。AB、札幌市中央卸売市場資料。札幌市。P19。2020年3月16日閲覧。ありがとうございます。